河村歯科クリニック院長の河村修司です。歯の矯正のことなら広島駅徒歩4分にある、歯の総合診療のできる河村歯科クリニックにお任せください。患者さんのですね、お口の中を拝見して、まあ、不満がどこにあるのかとか問題点を探りですね、改善点の提示をします。それからですね、基本的にうちはもう明録会計なんで、まあ、初回でですね、金額の提示をその日にします。最近ではですね、2件3件といろんなところの歯医者さんで見積もりを持ってきたりですね、相談を受けてから当院にセカンドオピニオン的な利用をする患者さんもすごく多いので、ぜひ活用していただきたいと思います。歯並びを希望される患者さんのお口の中には歯並びの問題点だけではなくて、虫歯の問題や親知らずが気になるとか、いろんな患者さんがいると思います。当院の場合は矯正、虫歯の治療、親知らずの治療、すべてここでやることができますので、早期に矯正の治療を開始することができるのと、圧倒的に治療回数が短くすることができます。もう一つ大事なのは、治療が終わった後後戻りをしにくくするようなメンテナンスや、それ以外の問題にも一生かけて患者さんとの付き合いを良好にすることが可能であります。どこの歯医者さんでもやっているように、模型を撮ったりですね、レントゲンを撮ったり、顔の写真を撮ったりというアナログ的なことをまずします。ただ皆さんがですね、今すごく興味があるのはですね、アナログ的なことではなくデジタル的なことだと思います。最近ではアイテロっていう機械がありまして、それで口の中の写真を撮っていくとですね、 3D のこう立体画像みたいなのが視覚的に見えるので、矯正のその治療前、こういうふうに歯が動いていきますっていうのが見れるので、すごくイメージしやすいと思います。一般的に世界で流通しているですね、基本的にこっち側ですね、ワイヤー系とマウスピース系といわれる装置があります。基本的にはですね、歯を抜かないようなケースだと、こういうふうなマウスピースっていう矯正方法が今すごく主流となっています。一方ですね、歯を抜くというような矯正の場合はですね、こういうワイヤー系がすごく非常に人気になっています。で、表側の矯正でワイヤーをちょっと目立ってすごくちょっと嫌だなっていう人は、こういう裏側の矯正を選ばれる方がすごく多いかなと思います。で、当院の場合はですね、世界どこでもやっているようなこの治療法ですね、全ての治療法を取り入れているので、本当に患者さんのニーズとか予算とか、そういうものに応じた最適なプランっていうのを提案できると思います。当院はですね、もう完全な込み込み価格となっています。一番最初に提示した金額でそれ以上請求されることは一切ないっていうのがうちの特徴です。これはですね、僕がいろんな、例えば車買ったりとか、そういう時にですね、他のホームページを調べたりした時に、値段がすごくちょっと安いなと思ったんだけれども、行って話を聞くと総額がすごく高くなっちゃったっていうことってありますよね。それなので、僕はこういう込み込み価格っていうのが患者さんにとってすごく喜ばれるなと思って採用しております。デメリットはですね、基本的にやっぱり金額が高いっていうことですね。あと、それとやっぱり、ケースによるんですけど、長い人だとですね、2年とか3年かかるので治療期間が長い、この2つかなと思います。一方、メリットはですね、治療を終えた患者さんを見ているとですね、すごくやっぱり笑顔になります。と、人生がすごく豊かになります。なので、治療を終えた患者さんを見ていると、もうメリットの方が圧倒的にでかいので、ほとんどデメリットは気にならないかなと感じております。お口の中には、一生涯をかけて様々なトラブルが発生します。患者さんにとっては歯並びのみならず、普通の一般的な虫歯の治療や親知らずの相談など、安心して相談できる歯医者さんっていうのが理想的だと思います。ぜひお気軽にご相談ください。